エゼキエル書、四十二章。彼は私を北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは百キュビト、その端に北の入り口があり、幅は五十キュビトであった。二十キュビトの内庭に面し、また外庭の石畳に面して、三階になったバルコニーが向かい合っていた。部屋の前には、 内側への通路がありその幅は10キュビトで長さは100キュビトであったその部屋の入り口は北に向いていた最上階にある部屋はバルコニーが場所を取ったので建物の地いの部屋よりもまた中間の階の部屋よりも狭かったなぜならこれらは3階建てであり庭の柱のような柱がないからであるそれで最上階の部屋は地いの部屋よりも また中間の階の部屋よりも狭かった。また、これらの部屋の前の外庭の方に、部屋に沿って外側に石壁があった。その長さは五十キュビトであった。というのは、外庭に面する部屋の長さは五十キュビトだからである。そこで、本殿に面する側は百キュビトとなる。これらの部屋の下には、外庭から入れるように、東側に出入り口があった。 聖域や建物に面している南側の庭の厚い石壁の中には部屋があった。その部屋の前には通路があった。部屋は北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、その全ての出口も、その構造において入り口と同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石壁に面し、そこから入れる通路があった。 彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食するところである。彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪の清めの捧げ物、代償の捧げ物を置く。その場所は聖だからである。祭司たちは聖女に入ったら、 聖女からそのまま外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は聖であるから、そこに置き、他の服に着替えてから、民に属するところに近づくのである。彼は神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測り竿で東側を測ると、測り竿で五百竿であった。北側を測ると、 はかりざおで五百さおであった。南側をはかると、はかりざおで五百さおであった。彼が西側に回って、はかりざおではかると、五百さおであった。彼が外壁の周りをめぐって四方をはかると、その長さは五百さお、幅も五百さおで、聖なるものと俗なるものとを分けていた。